イカニンジンとは、福島県中通り北部の郷土料理である。イカニンジンスルメとニンジンを細切りにし、醤油、日本酒、みりんなどで味付けする。各家庭で主に晩秋から冬にかけて作られ、おつまみ、おかずとして親しまれている。イカニンジンは家庭ごとに作り方も味も異なる。材料は、近年は、まさきつけの影響を受け昆布や数の子を入れる場合も、あるが、伝統的には、 人参とスルメだけである。マサキ漬けと異なり、昆布のぬめりがなく、人参の食感が楽しめる、サラダ感覚の漬物である。一説には、1807年に、エゾチマサキ藩が、柳川藩に国替えになった際に、家臣がイカ人参を知り、1821年に再度、エゾチに国替えになった時に持ち帰って、特産の昆布などを加えマサキ漬けを作ったと言われる。 あまりにもシンプルな家庭料理であるため、もてなしの料理としては見られなかったイカ人参だが、福島市出身のタレント佐藤 B 作がテレビで紹介したことをきっかけに、地元ではイカ人参に注目し、地域の名物として PR を始めた。B 作の出身地である福島市内の飯坂温泉でも、各旅館が冬の食前のひと品として客に提供している。日本のスナック菓子。 メーカー、カルビーは、福島県福島市出身の伊藤秀次社長のアイデアでイカ人参の味わいを再現したポテトチップスを2016年5月9日に東北6県を含む11県限定で発売、公表を受け限定商品としては異例の再々販売を行い話題となった。2017年夏には4度目の再発売が予定されている。ありがとうございます。